CL-215 スペイン空軍の CL-215T カナディア CL-215 はカナダの水陸両用飛行艇で消防用飛行艇として作られた最初の機体である。カナディアで開発され、後にボンバルディアエアロスペースで製造された。山火事や時には建築物の火災に際して故障で滑走しながら水を補給し、 搭載した4トンほどの水を火災現場で放水するという使われ方をする。1966年より開発が開始され、1967年10月23日に初飛行した。機体の形状は飛行艇として一般的なものであり、権欲配置の主翼にレシプロエンジンが2機搭載されている。レシプロエンジンが採用されたのは本機が基本的に 低空飛行を想定しており、当時のターボプロップエンジンでは効率が悪かったためである。基本的には胴体に水タンクを備えた消防機として使用されるが、捜索救難や人員、貨物輸送にも使用可能。1988年まで生産され、全生産機数は112機。1989年にはエンジンを ターボプロップエンジンに換装した CL-215T が開発された。この形式は既存機からの改造機に当てられ、新造機はカナディア CL-415 を経て、ボンバルディア CL-415 に名称が変更された。2016年にはバイキングエアに保守部品の製造権が譲渡された。ありがとうございます。